こんにちは、カナダ在住のメタツです。ワクチン検査パッケージ分科会資料を読んでみたということで話をしていきたいと思います。今回日本に関する話題をやっていきたいと思います。分科会で9月3日に使われた資料ですね。そちらが一般公開されています。誰でも見ることができますので、ご興味ある方ぜひご覧ください。今回その内容の中でも重要なところをいろいろ抜粋して皆さんにご紹介していきたいと思います。一応案ですから、確定している内容ではないんですが、大筋こうなっていくのかなと、これから世の中はこういうことになっていくのかなっていうね、そういう指標でご覧いただけたらいいかなというふうに思います。基本的に話し合われた大きなテーマとしては、ワクチン検査パッケージについてですね。接種歴、PCR 検査等の結果をもとに他者感染するリスクが低いということを示す仕組み、これによって行動制限を課すことによってワクチン接種をより進めていこうというようなものになっているわけなんですが、まずこの話をしていく中で多分僕と同じ感想を抱いた人いると思います。なんだこのダサい名前はって思った人多くないですか？僕はもうそもそもこれ何の話してるのか最初知らなくて、なんかのキャンペーン系の話かなと思ってたんで、全然気にしてなかったんですね。ただとあるニュースでようやくこれが日本版ワクチンパスだってことを知って、あ、そうだったんだってなったんですよ。はい。で、なんでこんな不可解な名前になってるか、ちゃんと資料の中に書かれてました。なぜワクチンパスポートと呼ばないのかというと、パスポートという言葉を使うと、社会活動を制限されることを想起させて、社会分断の危険があるためっていうことになってるんですけれども、実際に今やろうとしていることって、社会活動制限なんですよ。なので、内容としてはまさにそれに合致するので、別に使えばいいじゃんって話なんですね。なので結局これ単なる言葉遊びで、なんかちょっと柔らかくしようと思っていろいろ考えた末の、このセンスの全くないね、クソダサい名前が誕生してしまったということだと思います。はい。で、とりあえず僕パッケージというふうに呼んでおきたいと思いますが、このパッケージが、これから日本に導入されることになるだろうということなんですけれども、まず前提として書かれていたのが、陰性証明、接種歴は自己感染、他者感染しないことの保証にはなりませんよということで、で、さらに、これによって一般的な社会活動に関しては、できるの、その上限がいろいろ決まることになるだろうと。いうことになってるんですが、緊急事態宣言出ればもうそれすらも無効になりますよということだそうです。なんで、例えば打てば何々できる、打たないとほにゃららできないみたいな、そんな世の中になっていくわけなんですけれども、または、検査で陰性だったら何々できるとかね、そんな世の中になっていくわけなんですけれども、緊急事態宣言出ればもうそれすら無視で、できるできないにもう政府が決めるというような感じになるんです。厳密には協力してもらうっていう形になると思いますが、そんな感じの可能性もあるよということだそうです。はい。で、もうこの資料を読んでて、ああ、なるほどねっていう風になったのが、この、パッケージに関してなんですが、有効期限設けることを検討しているそうです。もうこれはほぼ確定だと思うんですが、例えば、ワクチンに関しては最終接種から一定期間を検討しているって書かれていたんですが、おそらくイスラエルと同じで半年になるかなというふうに思います。なんでこれから皆さん、イスラエルをよく見といてください。同じ世の中が来ると思います。はい。で、一応なんでそういう風な設定をするかっていうと、感染予防効果の低減を考慮してということだそうです。はい。で、検査に関してですね、PCR 検査等なんですけれども、それに関しては、ちょっとこういうことね、読み取れなかったんですが、多分72時間以内のものを OK とするっていう意味だと思います。ちょっとね、これ日本語の悪いところですよね。なんか、堅苦しい言葉使うとマジで理解不能な言葉って出てくるじゃないですか。僕の国語力の問題なのかもしれませんが、ちょっと言ってる意味が全くわからなかったので、多分72時間以内のものは有効にすると。言い換えると72時間過ぎたらもうその検査結果は使えませんよという世の中になるということですね。はい。で、検査の話は一回横に置いといて、ワクチンに関する話なんですが、こうやって最終接種から一定期間の期限設けるっていうことを言っている時点でわかるのが、もうブースターショット、3度目接種に関しては行う流れは間違いないということですよね。で、これが世界の流れに今なってますから、そこに合流していくことになると思うんですが、例えばイギリスではですね、もうすでに政府が全国民が8回だか10回打てる量を確保してるらしいんですね。もう打つ気満々ですよね。で、フランスもワクチンパスに8回目接種までの欄がもうすでに用意されてますから、打つ気満々っていうね。で、ファイザー CEO も年に3回ぐらい定期接種必要になるかもね、みたいなそんなこと言ってますから、世界的にこの流れからは逆らえないのかなというふうに思います。はい。で、導入に関してなんですが、希望者の接種が完了すると見込まれている11月頃を検討しているということなんですが、今モデルナとかでいろいろごたごたしていますし、なんであんなにいろんな不具合出たのにまだ続けるんだって思っちゃいますが、その辺の
ことがありますから多分ずれ込むと思います。はい。で、これずれ込んでった時本当に地獄が待ってると思ってて、日本って6月ぐらいから接種進めてるんですよね。で、そうすると5、6、7ヶ月過ぎたぐらいが結構な鬼門になってますから、そうすると、まあ、11月なり12月なり2020年、22年の1月なり、まあ、いわゆる冬の期間に効果切れになる可能性って高いんですよね。そうすると結構な惨状が待ち構えていて、それを理由になんかもっとその規制を強化しようだなんだかんだみたいな話になっていくかもしれないっていうところがちょっと怖いなというふうに思ってます。もうこれは単なる僕の妄想です。はい。で、じゃあこのパッケージなんですけれども、どのようなものを対象にするのかっていうところですね。それも一応例が出ていました。で、活用例、検討例ですから、まだ確定じゃありません。まあ、とりあえず今例として出ているものは基本的には接種証明または検査結果提示が必要になるよということになるんですが、例えば医療関係、介護関係、福祉関係で働いている人は間違いなく必要になってくるだろうと。で、あとはそこに入院する場合も必要になる。これが怖いね。もし打ってない人が入院したら3日に1回はやらないといけないとか、そういう感じになると思うんですが、であとは面会しに行く際にも接種してるなり検査するなりが必要になりますよと。で、あと県をまたぐような出張であるとか旅行に関しても制限が出てきます。大規模イベントもそうです。大学の授業に関しても制限が出てきますよ。部活動における感染リスクの高い活動、これがちょっとぼやぼやした言い方なのでよくわからないんですが、この辺に関しても何かしらの制限を設けると。多分室内競技が大きなものになると思うんですが、そういうものであると。あとは同窓会とか冠婚葬祭とか、あとはよくまだ決定されてないけれども半々ぐらいの意見になっているのは、百貨店、大規模商業施設、いわゆるイオンとかそういうところですよね。そういうものに関しては、お客さん、そして従業員に関してはまだよくわかりませんよ。飲食店に関してもちょっとよくわかりませんよ。で、使わない方がいいよねっていうものも提示されていまして、それが例えば修学旅行。修学旅行って基本的に県外行きますからね。修学旅行、入学試験、選挙、投票、小中学校の対面授業等については、まあ基本的には必要ないよねっていうことになりそうだということですね。で、個人的に気になるのがこの今赤線で引いたところなんですけれども、いわゆる学生に関してですよね。大学に関してはもう書かれてるので、もう大学行くためには必要になってくるんだっていうところがわかる。で、抜けてるのが高校生なんですよ。一応ごめんなさい、大学生入れちゃってますけど、高校生がこの中入ってないんですね。なので、高校生がどっちの部類に入るのかがよくわからない。で、あとは、この部活動っていうのがこれ、くくりもないですよね。中学生とかも書かれてないので、ここもちょっと怪しい。で、そうなってくると、多分これ皆さん多かったと思いますが、部活動って本当に、その学生時代の、いわゆる青春じゃないですけど、かなり重要なポジションを占めてたことないですか？まあ人にもよると思いますが、それが目的で、その高校進学ここにするって決めるとか、大学進学ここに決めるっていうふうに考えたりとかもあるんですよね。で、確かに、部活だけで決めるのどうなのっていう意見とかもありますけれども、それ人それぞれの人生なので、そこにとにかく口出すのは変な話だと思うんですね。で、そういうところ一回横に置いといても、とりあえず部活動って、そういうふうに、学生時代のかなり重要な立ち位置を占めているし、で、精神的にも身体的にもかなり成長を促す大切な場だと思うんですよね。そのあたりにこういう、制限をかけるっていうのはいかがなものかなと、打っちゃいいじゃんって思われるかもしれませんが、特にそれぐらいの若い世代って、打つメリットの方が高いんですかっていう疑問があるんですよね。そのあたりの制限をかけるっていうのはまだ博打でしかないと思いますから、怖いなと思って見ています。はい。ということで、こんな感じの世の中は待ってるかもしれないっていうことなんですね。はい。で、全体読んでみて、そもそもなんで導入が必要なのかっていう、まあ答えとしては、ワクチン接種を推し進めるためっていうものだったんですが、一応その答えになるようなものは今回の資料には書かれてませんでした。ただ一般的に言われているのが、その何かしらの制限をかけることによって接種を進めるということなんですよね。で、この資料全体読んでて僕はですね、むしろこのハテナを解決するアンサーが出てくるのかと思いきや、ハテナがどんどん積み重なっていくっていう、そういう資料になっていたんですね。はい、いくつかご紹介していきますので、皆さんもちょっと考えていただけたらと思うんですが、まず、感染対策の重要な柱がワクチン接種であると。で、この点々点はですね、ちょっと長かったので省略しました。
で、有効性は明確ではあるが、デルタ株に対して万能ではないことが指摘されている。はい。もうこの辺でいろんなハテナが浮かんでくるんですが、接種は本人に利益がある一方、本人が感染し、他者に二次感染させる可能性があります。接種により獲得した免疫は数ヶ月で徐々に減弱していく可能性があり、追加接種の議論を進めていく必要があるブースターショットですね。そして、上記の理由、これもっと本当はあります。ちょっと短くしました。上記の理由や諸外国の知見を踏まえると、すべての希望者が接種をしても、社会全体が守られるという意味での集団免疫の獲得は困難っていうのが分科会の資料の中で書かれてるわけなんですが、ごめんなさい、これ全然日本のニュースを追ってないので、僕は知らないだけなのかもしれませんが、これらのことって報じられてますか？特に集団免疫も無理じゃないっていう話なんですが、これもともと世界で言われてる話なんですよね。で、もう実はこの分科会の中でも言われてる話だそうなんですけれども、これって報じられてるんですか？これ全然知らなかったんですけど、はい。まあ、なんで、ごめんなさい。僕がただ一人でびっくりしてるだけかもしれませんが、ちょっとごめんなさい。ここはわかんないです。とりあえず、大事かもしれないと思って抜き出してみました。はい。っていうようなことで、これから、なんだっけ、パスポートじゃなくて、パッケージがこれから導入されていくんですけれども、その導入の根拠となるようなものがちょっと弱くないかなっていうところが正直感じられるわけなんですね。で、分科会の資料ではですね、後半のところで、その接種した後の社会における感染拡大のモデルケースというか、まあ、シミュレーションがされていました。で、その中で致死率とか重症率が提示されているんですが、おそらく分科会で使われている以上、まあ、これがその分科会の人たちのメンバーの中では共通認識としてあるんだと思います。で、その率がこんな感じになってまして、打ってない人の死亡率は60代以上で 5.7%、40から50代で 0.2%、20から30代 0.01%、で、10代以下が、データがないので、とりあえず20から30代を割ってみましたっていうので 0.005%。で、10から20代がこの中含まれてないんですが、それちょっと理由がよくわかりません。はい。まあ、ちょっとそれ以下横に置いておきます。はい。まあ、どちらにしてもこれを高いと見るか低いと見るか。で、さらに、重症化する率に関しては60代以上で 8.5%、40から50代で 1%、20から30代で 0.06%、10代以下で 0.03% であると。これもデータがないので、とりあえず20から30代を適当に割ってみましたということなんですけれども、この数字を見て、果たして、国を挙げて、世界を挙げて、騒ぐほどのものなのかどうか。まあ、いろいろ人によって感じ方あると思いますが、とりあえずここに関しては冷静に手止めて足止めてみんながしっかり見るべき数字だと思うんですよね。うん、で、特にこういうところから本当にみんながみんな打たないといけないんですか？で、打たないという判断をした人がそんなにボロカスに蹴らされるようなものなんですかと。例えば WHO のね、なんか元メンバーだかなんだかだった人がね、日本人のね、なんか村なんちゃらさんっていうね、女性の方がね、反ワクチンはゴキブリ以下だみたいな、あいつらの生命力は最低だ、とっとと消えればいいみたいなことを、なんかよくわかんないけどおっしゃってるんですが、そのゴキブリという風に罵られるほどのものなのかどうか。っていうところはしっかり考えるべきだと思うんです。もちろんその依存症じゃない、ごめんなさい。後遺症の問題とかいろいろあると思いますから、その辺のこともね、いろいろ考慮しないといけないのかもしれませんが、まず、100人いたら100人かかる病気じゃないんですよ。ある一定のかなり少ない率の人がかかって、それでこうなってくる話なんですよね。っていうところで、もう一回言いますけど、その、打つ打たないを強制するようなものの、なのかどうかっていうところを、まずちゃんと考えるべきだと思うんですけど、多分もうそういう世の中にはならないんでしょうね。はい。ということで、まあこれからは、罵られ続ける世の中になるかもしれませんが、皆さん頑張りましょう。僕は、ね、一応危険人物としてカナダで頑張って生きていきますので、はい。ということで皆さん今後ともよろしくお願いいたします。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後は、最近なんですけれども、トイレのドアを閉めるのやめました。というのも、閉めるとガリ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 詰め立てて開けようとする、アホなおデブちゃんがいるからです。はい。半ドアにするとこうやって頭突っ込んで、強制的に、立ち入ってきます。はい。なんだろうな。まあ、いいや。可愛いですよね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。